皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の2日目です。今回も小学校の算数の復習をしていきます。なおこのシリーズで初めて出てくる内容についてはその内容を学習できる動画のリンクが画面上部に表示されるので、そちらも利用して勉強を進めてください。では問題を見ていきましょう。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、72足す43足す28。簡単な問題ですけれど、ちょっと工夫をすると少しだけ楽に計算をできます。これ順番を72足す28を前に持ってきますね。28足す43、これらにします。そうするとこの72足す28、100になりますから、100足す43で143、こんなふうに計算ができますね。括弧2番5分の2かける2、これは小学校5年生の時にやった方法で説明します。この分数かける整数の場合、かける整数を分子の数にかけます。5分の2かける、この2を分子に乗せて2かける2にします。そうすると5分の4、これが答えになりますね。括弧3番です。 6.89 足す 3.5、この場合は筆算で小数点の位置を揃えて計算しましたね。つまり 6.89 足す 3.5、 こんなになりますね。一番下の位は9足す0になるので9が降りて、次は8足す3で13ですから3がここに来ますね。そして小数点を下ろして6足す3足す1で10になりますから 10.39 というのが答えですね。この答えは 10.39、 こうなります。4番です。7分の2割る4分の3、これは分数かける分数の計算、小学校6年生で勉強しましたね。この割り算、掛け算に直して後ろの分数を逆数にしました。つまり7分の2割る4分の3は7分の2かける、ここをかけるにすると4分の3が逆数の3分の4になります。これは分母は分母同士、分子は分子同士で計算しましたから21分の8、これが答えです。次は四角に三角形の面積を求めましょう。こういう問題です。三角形の面積、これは底辺かける高さ割る2でしたね。この図を見ると底辺、これ6センチになっていますね。そして底辺とこの頂点から垂直に降りているこの線、この部分が高さになりますから高さは5ですね。ですから計算は底辺の6かける高さの5割る2、これを計算します。6530、30割る2は15ですから、答えは15平方センチメートルと、単位もしっかりつけて書いてください。今回は、小学校の復習をしてみました。皆さんはどうぞこの動画を参考にいろいろな問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。